何、星雲は、パルサー星雲の一つであり、1054年に日本でも観測された SN1054 と同一のものである。超新星の観測史では、人類が超新星の出現について観測し、記録した出来事について述べる。人類が初めて超新星を記録したのは、紀元185年の SN185 とされている。天の川銀河にある超新星も観測され、 現在は SN1604 が観測された中で一番近い超新星と認識されている。望遠鏡の発達により超新星を発見するのが別の銀河であっても可能となった。また現在では最新の科学技術により超新星の爆発のモデルが発達している。中国の天文学者によって記録された客星。黄色い部分が SN1054 について言及されており、紅葉みたいや妖精などの文が見られる。1万年から2万年前に起こったとされる、超新星爆発によりホザ超新星残骸が形成された。1976年に NASA の天文学者は、南半球の人間がこの爆発を目撃して記録し、象徴的にしたのではないかと考えた。 翌年に考古学者のジョージミカノースキーはボリビアにあるネイティブアメリカンが残した古代の不可解な模様があることを思い出した。四つの円に二つの大きな円が配置された彫刻の模様である。小さい円はホ座と竜骨座の星座の配置に似ている。大きい円はカペラと超新星残骸を象徴していると考え、ジョージミカノースキーは ボリビアの原住民が超新星爆発を観測した可能性を示している。文献記録の中では中国の歴史書に記載された紀元前352年頃の観測記録が最も古いとする説がある。中平2年、中国の天文学者は空に明るい星が出現し、8ヶ月で消えたことを観測した。恒星のように輝きながら、 水星とは異なり点を移動しなかったという。この観測記録は超新星の特徴と一致しており、超新星爆発の最古の観測記録と確認されている。SN185 はローマ帝国の文献に記録された可能性もあるが、今のところは見つかっていない。RCW86 が SN185 の 残骸ではないかとも言われており、X 線の調査によると年代はだいたい合っている。ふともと18年、中国で現在のサソリ座に新たな客製である SN393 が出現したことが記録された。なお、未だ超新星と確認されていない事象としては、SN386、SN437、SN827、SN902 があり、 これらは今のところ、超新星残骸に同定されていないがその候補としては上がっている。最初の観測記録以来2000年の間に中国の天文学者はこのような候補として上がっているものを20個ほど記録しており、時代が下るとともに、それらの中にはイスラーム教圏やヨーロッパ、そしておそらくはインドなどの観測者によっても記録されるものが出てくる。 SN1006 は南天の星座、狼座に現れた超新星である。歴史上で最も明るい超新星であり、記録は中国、エジプト、イラク、イタリア、日本、スイスと幅広い範囲で観測された。また、フランスやシリア、北、アメリカでも観測された可能性が挙げられている。エジプトの医者、天文学者、先生術師であるアリー・ブン・リドワーンは、 明るさが月の約4分の1であると書き記している。現在の超新星残骸の地球からの距離は約7100光年であることが分かっている。SN1054 はアラビア、中国、日本で1054年に観測された。古代プエブロ人のペトログリフも観測に含まれるとすることもある。この超新星爆発はオウシ座で出現し、カニ。 星雲の超新星残骸になったとされる。高度は最高で、金星の4倍ほどになり、日中でも目視できる状態が23日、夜中なら目視できる状態が653日、続いたと考えられている。カシオペア座に現れた SN1181 についてはあまり記録がなく、中国や日本でしか観測されていない。パルサーの 3C58 が、 残骸ではないかと言われている。デンマークの天文学者ティコブラーエは、弁当で1572年に新たな星がカシオペア座に現れたことを発見し、これは後に SN1572 と言われた。この頃、ヨーロッパでは月や惑星は不変であるとするアリストテレス派が多かった。そのため、天体観測者は SN1572 が、 地球の大気圏内で起こったものだと主張していた。それに対しティコは、日々経っても示唆が不変なことからアリストテレス派に反対した。ティコは観測記録を記した、デノバイナリアスイービーメモリアプリウスビザステラを1573年に出版した。また、この本のタイトルから激変性の一つである新星が名付けられた。ケプラーの星とも言われる SN1604。 チャンドラが撮影。一番最近、天の川銀河で発見された、超新星は SN1604 であり、1604年10月9日に観測された。ヨハネス・ファン・ヒークも、この出現を発見したとする意見もあるが、ヨハネス・ケプラーが観測を、デステラ・ノバ・イン・ペデ・セルピンテリーとして公表した。ガリレオ・ガリレーなどはアリストテレス派に反対し、新星の示唆を測定した。 超新星残骸は1941年にウィルソン、山天文台で確認された。超新星の本質、つまり残った中性子星やブラックホールは当分の間は不明であった。観測者は研究のもと、構成の高度が周期的に変化していることが分かってきた。ジョン・ハインドとノーマン・ポグソンは、それぞれ1848年、1863年に高度について、 グラフを描いたところ、急激に明るさが変化するのを発見した。しかし、これに対する関心は低かった。1866年には、ウィリアム・ハギンズが作った文工機を用いた新星の天文台で、反復新星であるカンムリ・ザ・ T 星が発見された。1885年から2010年までの間に、見つかった超新星の空の位置を映した動画、 年々発見数は増え、21世紀になるとほとんど空を埋め尽くしている。1885年になると天の川銀河以外の銀河が観測され、エストニアのエルンストハルトビッヒによりアンドロメダ銀河の方向で観測された。SN1885A とも言われるアンドロメダ座、エッセイは6等級にまでなった。このような神聖の新しい分野は1930年代。 ウォルター・バーデやフリッツ・ツビッキーによりウィルソン山天文台で観測された。二人はアンドロメダザエッセイを確認し、太陽が107年間で出すエネルギーと同等の爆発を起こす星をスーパーノバとし、エネルギーは元の構成が重力崩壊により何らかの星になるときにエネルギーを放出すると仮定した。スーパーノバという言葉は1931年ツビッキーが カリフォルニア工科大学で使った言葉で、それ以降、アメリカ物理学会の会議で使われることに決まった。1938年には、スーパーノバのハイフンはなくなり、スーパーノバが常用されるようになった。超新星爆発は、比較的珍しいが、天の川銀河でも50年に1回は起こっており、遠方の銀河が発見できるようになってからは、頻繁に発見されるようになった。 1933年からツビッキーは45センチメートルシュミット式望遠鏡をパロマーテン問題で使い3年で12個の超新星を見つけた1938年バーではカニ星雲が SN1054 の残骸ではないかと考え星雲が超新星残骸であることを発見したバーではカニ星雲が惑星上星雲に比べて 拡大速度が大きすぎることに気づいた。同年、嫌型超新星が距離を計算する指標となると考えた。これは後に、アラン・サンデージやグスタフ・タンマンが標準光源を使って測定できることを示した。超新星のスペクトル分類は1941年、ルドルフ・ミンコフスキーにより初めて行われた。ミンコフスキーは超新星を 水素の吸収線が見られるか見られないかで I と2の二つに分類した。後に、ツビッキーがこれに加えて、3、4、V を加えることを提案したが、現在は使われていない。さらに現在では、I 型には、イ a IB、IC という分類がある。詳しくは超新星分類を参照。第二次世界大戦後に、フレットホイルは宇宙に、 他種の元素が観測される原因を調べようとした。1946年には質量の大きい恒星が核融合反応をするのは、重元その核融合反応がエネルギー放出の原因であり重力崩壊を起こすと述べた。重力崩壊をした恒星は不安定になり爆発によって元素を放出するため生涯に散らばる。超新星爆発のエネルギー源が 核融合だとする理論は1960年代のうちにホイルやウィリアム・ファウラーにより発展された。超新星のためにコンピュータが使われたのは1960年代のノースウェスタン大学が初めである。24インチ望遠鏡をニューメキシコにあるコラリトス天文台に設置し、コンピュータの操作のもと数分ごとに観測方向を変更できるようになった。 この方法で2年間で14もの超新星を発見している。イヤ型超新星は1973年頃に基礎が成立した。NGC5253 にある SN1972E の高度曲線は爆発した時の一度跳ね上がった。あと1日にだいたい0.014等級ずつ減高していった。 イヤ型超新星の元の構成でニッケル56が生成される。ニッケル56は半減期が約6日でありコバルト56に崩壊し、コバルト56は半減期約77日で鉄56に崩壊する。この崩壊によりエネルギーを放出する。また、高度を測定することで距離が推定できる標準光源としての利用が高まった。 ハイゼット超新星探索チームは1998年の超新星宇宙論計画で遠方にあるイヤ型超新星が予想より暗くなっていることを発見し宇宙の加速を証明する手がかりにしている。天の川銀河では1604年以来超新星は観測されていないが1667年か1680年頃にカシオペア座の方向で超新星爆発が起きたと 考えられている。残骸はカシオペアザエーと呼ばれ、生肝人により発見が阻害されたと考えられている。しかし、現在では別の波長のスペクトルから見ることができる。中央付近にあるのが SN1987A の残骸であり、大マゼラン雲の中にある。ニュートリノが検知され、電磁スペクトル一体で観測された初めての超新星である。 SN1987A により現代の天文学の超新星の分野で観測記録が大いに得られた。20世紀になり、超新星の発見は増えている。特に1990年代には超新星を探査する計画が多く開始された。1992年にロイシュナー天文台でベートという超新星探査計画が開始され、1996年には、 リック天文問題でケイトが成功した。2000年までにリック天文問題は96もの超新星を見つけ、世界で一番超新星の発見に成功した。1990年代後半、超新星残骸にあるチタン44の崩壊で放出されたガンマ線を探索することで超新星を発見できるのではないかと提案された。チタン44は半減期が比較的 長く、近ければ、ガンマ線が銀河を越えて届く距離にもなる。1999年に発見された、SN1999 案、IC755 の内部にある、RXJ852.0 から4622は、ホザ超新星残骸に見られた、超新星である。ホザ超新星残骸にあるので、ホザの A 名ベラにちなみ、 RXJ852.0 から4622は、ベラジュニアとも呼ばれる。ガンマ線が検知されたため、天文学的には若いに爆発したと思われるが、歴史的記録はない。地球から700光年ほどしか離れておらず、これほど近くに超新星が現れるのは10万年に一度ほどと言われる。ハップル宇宙望遠鏡が捉えた MA、MAXJ1720 プラス35。 SN2003FG は2003年に発見された。この超新星は質量がチャンドラセカール限界を超えており謎のある超新星である。2006年の9月に発見された SN2006G は地球から2.4億光年先にある NGC1260 で爆発し、2007年10月に SN2005AP の高度が確認されるまでは 観測史上最大の高度となった。爆発はそれまでに起こったどの爆発よりも100倍以上は明るい超新星であり、元の恒星は太陽の約150倍と推定されている。イヤ型超新星のような特徴を持っているが、スペクトル中に水素があるため2型超新星に分類される。SN2006G は極超新星とも考えられている。SN2005AP は SN2006G を発見したロバート・クイーンビーが発見した超新星で SN2006G の2倍、一般的な通型超新星の300倍はあるとされている。NGC2768 にある SN2000、DS と NGC4589 にある SN2000 シーズ。二つはカルシウムを多く放出する超新星である。二千八年五月十一日、 初めて超新星爆発の瞬間が撮影されたことが発表された。偶然、NGC2770 を観測していた時に、X 線バーストが検出され、地球から8800万光年離れた場所にある SN2008D が見つかった。最終的には、この X 線バーストが超新星誕生の印だと、プリンストン大学のアリシア・エムソダーバーグによって、 結論付けられた。アマチュア天文家も超新星を見つけており、パッケット天文台のキャロライン・モアは、探査チームと SN2008 ヘクタールを2008年の11月に発見した。超新星を見つけ、公式に認められている中では最年少の発見者であり、発見当時は14歳であった。しかし、2011年1月、カナダのキャサリン・オーロラ・グレイは10歳の時に、 超新星を観測し、現在の最年少を更新した。父とその友人は死闘級17ほどの SN2010LT を、キリン座の方向で見つけた。なお、この超新星は、地球から約2.4億光年離れている。渦巻き銀河である NGC4424 に、ある、超新星 SN2012CG。2009年。 南極の氷床コアで硝酸塩が発見された。この硝酸塩は窒素酸化物がガンマ線によりできたものである。これによりガンマ線を検出することによって超新星を発見することが可能であることが分かった。2010年11月15日、チャンドラ x クス先天問題が M100 の SN1979C の超新星残骸が 年齢30年ほどのブラックホールであると公表した。また、NASA は、この超新星が、高エネルギー粒子を構成風によって生み出す、中性小星である、可能性も考えている。2011年8月24日、パロマートランジエントファクトリーは、M101 にある矢形型超新星 SN2011、フェオ超新星爆発後すぐに発見した。 この超新星は2100万光年先にある。2012年3月16日、M95 に通型超新星である SN2012 号が発見された。2014年1月22日には、ロンドン大学天文台で M82 の近くにある SN2014J が発見された。距離は約1200万光年で、ここ10年間に出現したものでは最も、 近い超新星となった。2006年にマックス・プランク地球外物理学研究所の研究チームはガンマ線の観測に特化した人工衛星インテグラルの観測結果に基づいて天の川銀河に存在する放射性同位体アルミニウム26の総量の同体を調べ超新星爆発が発生する頻度を推計した。アルミニウム26は 超新星爆発を起こすような巨星の重力、崩壊時でしか合成されず寿命が100万年ほどなので、銀河系内で進行中の元素合成のトレーサーとしてうってつけである。推計の結果、天の川銀河では100年あたり1.9回の頻度で、超新星爆発が起きていることが分かった。しかしながら、過去2000年間で観測できた、超新星爆発の瞬間は、 上述のように8回しかない。この少なさは爆発場所から地球までの距離の遠さや、生還人によって目視が妨げられたからであろう。電磁スペクトルを広範囲で観測できる機器や、ニュートリの検出器などが発展すれば、生還物質などで見えないものも検出される、可能性がある。LSST は広範囲の調査で10年間に3から400万。 もの超新星を見つけられると予測している。ありがとうございます。